よいしょ、入れて。こんにちは、太一郎です。Life is Strange の、最初の、ゲームなんですけど、一番最後、エピソード5の一番最後に、大きな選択を迫られました。クロエを助けるのか、アルカディアベイ全体を助けるのかみたいな、選択だったんですけど、僕はクロエを選んだんですね。ただ、アルカディアベイを助けてたらどうなってたんだろうっていうのをずっと気になってたので、今日ちょっとそれをやり直してみようかなと思って、戻ってきました。よかったらお付き合いください。これで、多分これでパラレルワールドで続けるっていうのができるはずなんですよね。アルカディアベイだけを襲う嵐っていうのもすごいですよね。月が2つに見えたりとかっていうのもアルカディアベイだけだったんだよね。私が招いたんだ。全部私のせい。時間を巻き戻して運命を変えてるうちに、いろんなものの未来が変化して、私のせいで町の人たちが死んじゃう。そんなの気にすんな。好きで力を手に入れたわけじゃないのに、それを使って私を助けてくれた。レイチェルはダメだったけど、でもその力のおかげで見つけることはできた。マクシン・コールフィールドは私のヒーローだよ。僕はもうレイチェルとの関係も知ってるんだ。マックス、返すよ。この写真もすごく昔のことに思える。あれ、この写真の時点に戻るってことなんだっけ。そいつを使えば、それを撮った時点まで全部元通りにできるんだろう。私の運命も最初の通りに。だからダメ、そんなのダメだよ。でもこんなことでクロエだけは絶対守るって決めたんだから。あれ、この時がかなり、なんていうんですかね、作ってくれた。こんな身勝手な人間をさ、ぐちゃぐちゃに行ったり来たりしたから、私のためにたくさんのものを、もう一回戻ったら直せるもんなんだろうか。両方は成り立たないってことか。マックスとこうしてまた会えて、親友として大事にしてもらってさ、こんなに楽しかったの何年ぶりか分かんないよ。この後私がどの世界でどうだったとしても、マックスと過ごした時間は全部本物だし、消えることはない。マックスがどんな選択をしても、それが正解。
アルカディアベイを犠牲にするよう前は選んだんですよね。よし、クロエを犠牲にするを選んでみます。マックス、時間だ。クロエ、ごめんね。こんなの嫌だけど、でもいいんだよ。みんなを救うためにはこうするしかない。ただレイチェルの仇だけは絶対撃ってくれ。人生最後にマックスと過ごせて私本当幸せだったよ。レイチェルの仇か。マックスは私のヒーローだ。クロエ、これが最後だな。ジェファソンはデイビッドに撃たれたんじゃなかったっけ。その時間の流れじゃないんだっけ。これってマックス、ありがとな。ほら、早くしないと気が変わっちゃうだろ。一つだけ頼む。私のこと忘れないで。バカ。この世界はどうなっちゃうんだろう。あ、捨てた。大丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになる。だろ。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。てめえ、舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。何をする。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。でもマックスはこれを見てることができるんだろう。うわ、そんでどうなる。うわ、この状態で病院行ってももう無理なのかな。これどうなる。めでたしになっちゃうの。これで今巻き戻そうとしたらどうなる。もし無理か。うわ、姉さんここで捕まり、レイチェルってでももうここで捕まってたん、もう死んじゃってる状態なのかな、この時点では。
でもこの場合でも嵐は来るよね。どうするんだろう。姉さんが捕まって、そこからジェファソンにルイが及んだんだね。俺は喪服か。ビフォーザストームの時にクロエのパパの葬式で着てたのと同じか。ウォーレンか。クロエのママは夫も娘も失ってしまったんだね。これは夫が葬られてるとこだもんね。こういう結末か。モックスも来た。この世界では歪みは出ないんだろうか。ポンピドゥか。このあとマックスが能力を使わないで済んだのかな。なるほど、こういう終わりか。本当に文字通りクロエが犠牲になり街が救われたんだろうか。このあとでもどうやって街を救うんでしょうかね。でもあのあと能力を使わなければ、なんかあれですかね、時空の歪みみ
たいなのが出なくて、町も結果的に救われるっていうことなんだろうか。ちょっとわかんないな。いや、でも面白かったですね。ありがとうございます。じゃあここで終わろうと思います。またなんか気になる場所があったら戻ってきて、やるかもしれないですね。はい、じゃあありがとうございました。またどこか別の機会に。